はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、やっていくのは、皆さん、あのバランス調整がですね、来るんですよ、まもなく。でバランス調整が来るんですけど、よいしょ、こちらですね。まあ何が来るか分かりませんが、明日ですね、明日の昼からバランス調整が入りますと、予想はね、ただでさえ強いイフリートをまた壊してくるんじゃないかなと思うんですけど、あんま使ってる人少ないから、もっと見応えあるキャラにするために壊しちゃおうみたいな、本当にやめてほしいですけどね。はい、で今回の動画は、まあ、バランス調整が来るの、まあそれさておき、もしかしたら情報されるかもしれない。今チビシリーズで一番弱いって言われてるキャラがいます。それがですね、当時最強だったチビブラさんですね。はい、チビブラさん、まあここまで究極、ほぼ究極ですね。鎧は団子5回かな。はい、ほぼ究極までやったんですけど、まあそれでもやっぱちょっと中途半端な性能、まあ弱くはない、強くもない、いやちょっと弱いかなって感じ。一応バキューム発動中は火ダメ弦をついてるんで、受けるダメージが、まあ多少減るんですけど、前と比べてかなりそのね、減少率がカットされてしまいまして、まあ、正直めちゃめちゃゴリゴリ削られてしまう。一回スキル打って吐き出すことは、まあ多分大体できるけど、二回目はほぼないよと。いうぐらい、まあちょっとね、難しいからなってしまった。まあその代わり3コース4体。4体はいるよと。ステータスも高いよと。ただし、倒しきれない。アイテムキャラを。だから、難しい。対空は優秀ですけどね。はい。今回そんなチビブラさん、今の環境でどこまで動かせるか、やっていきたいと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。はい、それではやっていきましょうか。1戦目、チビブラ。で、裏はですね、まあ今環境的にもまだ強いと言われているポセイドンですね。まあ一応、ゴレアノーム、レドラ、サイクロプスなどね、まあ、苦手なキャラはもちろんいる。あとナスモか。いるんですけど、まあそれでもやっぱり強いと。はい。そんなね、ポセイドンさんを使って、リーダー、チビブラでやっていきます。いっちゃおうか。猫ムートで。ちょっとキャラ数がですね、少なめなので、攻めきれるかな、攻めきれたら嬉しいなって感じなのと、大型が両方とも直線すぎるので、まあ一応ポセイドンの範囲が広いからあれなんですけど、こうやって足いそうじゃないですか、これ。足いないかな、いないか。出してくる気がするんですけどね、ウサギとか持ってるじゃないですか、これ。1体しか出さないことは。変身出してくる。撃ちましょうか、じゃあ。ウサギいなそうですね。あ、くれる。ラッキー。じゃ早速、チビブラ1体いっちゃおうかな。チビブラね、吸い込めないんですよね、迎撃キャラは。ただ、このソナに対して与えるダメージが鬼高いと。で、お相手が全キャラ見えましたね、とりあえず、一応。で、上出してもらって倒してもらうと。まあ、フクロウを倒したんで、まあいいでしょう。3コース2体のキャラを倒せれば、まあ十分でしょうというわけで、特殊部隊をですね、まあ、勝っていきたいなと思うんですよね。なので、まずちょっと引っ張りますね。これ引っ張らないと話にならない。と思います。なのでまず回して、でここでまとめてみましょう。それはさ、ダメじゃない？ OK、 寝るなよ、絶対に。満開寝れば気がするね。 OK、 倒せ。相当コストがしましたね。でこれね、トレガーがね、まあ、ちょっと重いのでもう一発与えないね。 OKOK、 そしたらこれ下に剣士置いてあげて、トレガーまず前に来てもらって。 OKOK、 これもうサイクル直下直下でしょ。ブリブリで、さあ、あ、いらなかったか、こんなに。まあまあいいや。一応、トレガですね、チビブラに弱いんですよ、実は言うと。バキュームで全部吸い込んじゃうんで、実はチビブラに弱い。だから、攻撃できなくなっちゃうんですね、これで全部吸い込まれちゃって、攻撃ができないんですよ。で、これで吸い込まれて投げられて、で、またチビブラがスキル発動するじゃないですか。もうこれだけでトレガ死んじゃうんですよね。これがね、トレガのね、ちょっとね、弱み。あ、まあ、耐えてますけど。あ、てか、あ、いた。ビフクロウじゃん、これ。寝てるよ。まあ、干渉でしょう。さあ、ナイス。まあ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 、前だったらチビブラがね、もっと耐えてトレガー倒したんですけど、うわ、画面大丈夫かな。すいません、ちょっと一瞬止まりました。前までだったら、もうちょっと耐えたんですけど、それが、今回は、まあやっぱ結構使わされてしまう。まあでも、トレガー無効化できるんですけどね。はい、次やっていきましょう。さあ、2戦目ですね、2戦目。まあ、チビブラさん、一応火力的にはスキル打ってくれて、そのスキルが相手の、ね、攻撃をすればするほど火力上がるんで、うん。まあ、いっぱい吸ってくれたら、まあ、それなりに出るかなとは思いますが、あとやっぱ相手のね、攻撃だけじゃなくて、ちゃんと中型の進撃キャラも、まあ、吸い込みはしますんで、まあ、それをうまくね、活用していきたいなと思います。例えば、吹き飛ばされると仕事をしなくなるキャラとか、まあ、ちょっと難しいんですけど、ちょっとオール進撃だけど、これでいこうか。
例えばですけど、そうだな、カマキリとかってあいつですね、謎の判定がありまして、飛ぶじゃないですか。飛んでる最中って空中判定なんですよ。ひっつかむじゃないですか。ひっつかんで持ち去る瞬間の振りかぶり、あの瞬間一瞬地上判定なんらしいんですよ、まあ、もしくはあの攻撃する瞬間だけ飛び道具攻撃判定っぽいんですよ、まあ、何が言いたいかっていうと、イコールでですね、あ、これ出そう、これでチビブラ結構有効ですね、全部こういうの吸い込んで全部吹き飛ばす、他のキャラマイナス。なのでカワキーとかですね、チビブラで結構ボコボコにできたりするんですよね、謎に。理由は分かんないですけど。さあ、オペ。さあ、ここね、吸い込まれたくないですね。チビブラやられちゃいますけど、相手のチビブラもやったんでいいでしょう。で、お相手の中型が見えましたね、だいぶ。大型いるかな？いないかな？さあ、ネズミ、バク、オジ、チビブラ、ハーピー。これで4枠ですね。ただ、ハーピーに、ね、チビブラ絡まれちゃいますね。状態上に弱し。まあ、チビファンもう1本いっちゃいましょうか。これで削ってますね。さあ、いい感じ。で、これで出てくるのは、まさかのクイーンビーじゃない、あの、天狗。ここに行きましょう。ポセアも動けないんで、ゴレに攻撃してあげれば、ポセイドも巻き込んで倒せると。さあ、いい感じですね。で、バックオジも倒せるんで問題なし。完璧じゃないですか。ただ、なぜか知らんすけど、あいつがやられてますね。取られちゃった。それで見てなかったのは、やらかしいですけど、クイーンビーが負けてた。ポセイドンの火力が足りてなかったっぽいですね。で、お相手がこれ多分ね、カエル止められないんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。ああ、それは痛い。まあ、多分後ろ止まんないとは思うんですけど、カエルで削りましょうか。後ろ止めてきてますけど、オッケーオッケー。チビファーが飛んでくれば問題なし。で、ここもね、抑えて、で、後ろの飛んでる、止まってないあれがハーピーだけなんで、そう、火力も低いんで、カエルでフィニッシュと。いい感じ。カエル止めるだけはいなかったですね。さあ、ナイス。さあ、やっていきましょうか。3戦目。3戦目ですね。まあ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 、いい感じに、いい感じの、チビブラ動画にはなってませんね。はい。いい感じにね、チビブラの、いい感じのチビブラ動画を、やりたかったんですけど、まあ、いい感じになってるわけではない。なんか、まあ、最弱候補って言ってるんですよ、さっきから。なので、まあ、それなりの活躍しかしないかな。別にチビブラが頑張った感じしないですもんね、実際に。ハーピーに結局止められて、ボコスかやられてしまって。剣士が、バラバラだ。そう、チビブラね。まあ、いい感じって言ったらですけど、まあ、活躍してるシーンっていうよりは、今回そもそもタイトル通り、まあ、最弱の、チビシリーズっていうタイトルなんで、まあ、そういう性能なんだよっていうのがね、いい感じに分かるんじゃないかな、伝わるんじゃないかなっていう感じのいい感じかもしれないですね。はい。それで撮りましょう。そしたら、まずここ、チビブラですね。うわー、アンジ来ちゃった。あれはね、やべえっす。引っ張ってから倒しますか、スケで。アビペンギンだ。アビペンはまずい。寝るな、寝ちゃいけない、絶対寝るな。フクロウを倒してくれ。フクロウを倒せ、倒せフクロウを。まあスケで見ちゃおうかな、どうせその後行くし。フクロウを倒してくれ。で、お相手が結構困ってそうな気がする。もう一発必要だって。いやはや、ウルフ。お相手、アビペンギン。ドン。ここ、狩られてもらって、トレガに前に来てもらって、大砲撃って、トレガを引っ張りたいのですが、トレガ来ねえんだけど、何やってんの。トレガ遊んでんだけど、取れちゃった。一応スケープ出してるんで、これで取れるとは思うんですけど。ヒュドラ頑張ってくれ、多少は。よいしょ、こう瞬殺しますか。で、ポセ多分やれると思うんで、OK。だって、もうスケ全部来ちゃったよ。
寝るなよ、さっきから寝すぎだよ。もうチビブラの使うタイミングがないよ。頑張ってくれ、ワンパン無理か。いや惜しい、この上のポセイドンのトサカの前にある冠かわかんねえ剣士が惜しかった、残念。ラストやっていきましょうか。ラストチビブラ、皆さんこれ30フルじゃないですからね、はい、究極ですからね、ほぼこれでこの性能なん でしかもリーダーですからね、究極リーダーですからね、でこの性能です。最弱っていう意味が伝わると思います。チビブラは今自分は一応枠外でやってますけど、正直補欠でもいいレベルだと思いますよ、マジで。育ってない方は枠外でも、あのボックスがあんまね強くない人、そんな育ってない方は枠外でもいいと思うんですけど、優先枠にするキャラではないなとは思います。一瞬のね、やっぱその相手のキャラ追い返す壁になるかもしれないけど、追い返せないキャラがやっぱ出てきちゃうと、まあ圧倒的に多くのが優秀、まあまあまあ一応時間稼ぎはできるんで、勝ちにつながらなくても、まあ、頑張ってくれることはあるかもしれないですね。さあバキューム、オベでね、これねチビドラを食べたいんですけど、チビドラ食べに行っちゃうと、まあ、もしかしたらですけど、痛い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 、頑張れポセイドン、ポセイドン頑張ってる、いただきます、吐き出すなよ、なんでやお前マジ、それ吐き出しちゃうの、それ吐き出しちゃうのね、あなたね、しょうがない、そしたらもう吐き出すのはしょうがない。お、これはチャンスではないか、上のバサカラッシュ多く止めて、これまさか止まんないじゃないか、どう、おい猫強いよお前、止まったんだけど、全部俺のキャラ全部止まったんだけど、取られちゃった取られちゃった、これは無理だ、助けて助けてくれメンツ、あー助けて、奥多く助けて、チビブラ飛ぶなお前、あ勝手に消す、これやばいです、これ勝手に消されるのでやばいですかこれねダメなんですよ、勝手に消されなっちゃうんですよ、大砲だ撃て倒せ、勝てないチビブラ弱い、負けちゃいましたね最後。皆さんチビブラを育てるのはやめましょう、はいやめましょうじゃなし、はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました、今回ですねチビブラを使っていきましたが、分かったと思います、おすすめしませんマジで、はい、まあ弱体されて、まあ、この前ペンギンに弱くなったのも結構謎なんですよ、なんで弱くしたみたいな、はい、そもそもチビブラ自体がね微妙だったのに、まあ、ペンギンを吸えなくなりましただけだったら面白かったんですけど、完全にアンチにしちゃったんで、えタラでさえ弱かったのになんでまた弱くすんのみたいな感じになっちゃったんですよね、チビブラさん。まあちょっと難しいキャラかなと思います。正直、個人的にはおすすめしない。ただ、チビシリーズで一番可愛い見た目は。あ、いや、チビフォアと、チビフォアもいるからな。いい勝負ですね。まあチビフォアの袋装備やったら、チビフォアの可愛いかな。他だったら、チビブラも、チビブラの方が可愛いかな。ちょっと、わかんない。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そして、またよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。